アメリカメジャーリーグのエンゼルスに所属する大谷翔平選手のことを、かつてこんな風に酷評していたアメリカの記者がいました。大谷選手がメジャーに移籍し、開幕前のオープン戦でのことです。大谷選手は投手として2月24日のブルワーズ戦に先発し、1回3分の1で2安打1四球2奪三振2失点でした。またメジャーリーグ以外の試合では2試合に登板し、3月9日のメキシカンリーグのチームとの練習試合では本塁打を打たれ、3回6安打6失点で降板しました。このような状況の中、大谷選手は投手としてよりも打者としての方が苦労するという記者が現れたのです。その記者がパッサン記者でした。パッサン記者はヤフースポーツの記事の中で、大谷の打撃に評決が下った、そしてそれは良くないと大谷選手の打撃を酷評したのです。パッサン記者によると、春季キャンプで大谷選手のプレーを見たスカウトの大半は、大谷選手の可能性を認めつつもメジャーリーグの開幕までには間に合わない、また大谷は内角球に対応できないのが欠点であり内角攻めをされる、メジャーで通用するバッターになるには大谷はまずマイナーリーグで何百もの打席に入らないといけない、このようにスカウトたちは大谷選手のことを見ていると、パッサン記者は記事にしたのです。スカウトが苦言を呈したように、大谷選手はオープン戦では14打数2安打と結果が出ていませんでした。大谷選手に詳しいスカウトの一人は、メジャーリーグと日本の投手の質の違いが苦戦の原因だと分析し、他のスカウトは打撃フォームの欠陥を指摘していました。この記事を読んだアメリカのメジャーのファンは、今のメジャーリーグで二刀流として成功できるとは思えない、大谷は世界最高の選手と競うルーキーだ、彼が偉大な選手になるにはしばらく時間がかかるだろう、まだ3月だから過剰に反応したり彼に日本に帰れと言ったりしないようにしよう、判断するにはまだ早すぎる、今では考えられないことですが、移籍初年度のオープン戦の時点では大谷選手についてこのようなことが言われていたのです。しかしいざメジャーが開幕すると、この状況が一変することになるのです。大谷選手はメジャーの開幕から11日間で投手としては2連勝、打者としては3試合連続本塁打と、まるで漫画の世界のような活躍を見せます。4月8日のアスレティック戦では7回ワンアウトまでランナーを出さない素晴らしい投球、最高速度160キロに達する速球とスプリットを投げ分け、7回でわずか1安打12奪三振無失点の好投を見せました。ベーブ・ルース以来の二刀流選手として、文字通りアメリカ球界に旋風を巻き起こしたのです。この大谷選手の大活躍に、キャンプで大谷選手を酷評していたジェフ・バッサン記者が公開謝罪したのです。彼は、拝啓翔平様、申し訳ありません、私が完全に間違っていましたという記事を大谷選手が2勝目を挙げた直後にアップしました。開幕前には、二刀流の選手がメジャーで成功するはずがないと書いていた記事を間違いだったと謝罪したのです。拝啓翔平様、申し訳ありません、という大谷選手への謝罪の言葉で始まった記事の中では、春のキャンプ中に書いた記事が間違っていたと告白。彼はその時メジャーのスカウトたちの言葉を並べ、大谷のスイングには欠陥がある、大谷の二刀流の試みはとても困難でメジャーリーグの投手に適応するのは難しいだろうと言っていました。さらに当時のパッサン記者は、二刀流は不可能に近いと鋭く主張し、オープン戦でメジャーの投手に苦戦する大谷選手を見て同じ主張をするアメリカメディアもたくさんありました。しかし開幕戦の初打席で初安打を記録した大谷選手は、同じ地区のライバルアスレチックス戦でメジャー初登板初勝利を挙げました。さらに本拠地での打者デビューとなった4月4日から3試合連続で本塁打を放ち、1930年のベーブ・ルース以来1シーズンで先発投手としての勝利と、
3試合連続のホームランを達成した選手となりました。この大谷選手の大活躍で、普段から厳しいことを書いているパッサン記者も、自分の意見が間違っていることを認めざるを得ませんでした。それから3年の月日が経った2021年、大谷選手はリアル二刀流としてアメリカを席巻する信じられないシーズンを送っています。パッサン記者は、大谷選手のルーキーイヤーの春季キャンプで調整に苦労していた大谷選手の打撃を高校生レベルと批判していました。しかしその後一転して謝罪したのです。そんなパッサン記者は、今シーズンの大谷選手の大活躍をアメリカで一番人気があるスポーツであるアメリカンフットボールに例えて説明しています。素晴らしい先発投手はアメリカンフットボールで言えばクォーターバックになるが、大谷の投手としてのパフォーマンスはそうだと言える。大谷のピッチングはクォーターバックのようにチームに一人で勝利をもたらすことができる。また攻撃面では、大谷のホームランを打てる能力はアメリカンフットボールで言えばサックだと思う。サックとは相手のクォーターバックをタックルすることだ。何が言いたいのかというと、アメフトの世界では大谷は素晴らしいクォーターバックであり、それと同時に相手のクォーターバックにタックルできるディフェンスの名手なんだ。大谷は一人で両方のことができるとんでもない選手なんだよ。かつて大谷選手を酷評していたパッサン記者は、現在このように大谷選手を絶賛しています。この話題に関する海外の反応です。実際に大谷がアメフトに転向したら、正確なスローイングと恵まれたフィジカルで大活躍すると思うよ。今シーズン大谷がたとえホームラン王になれなくても、打率が低くても、最多勝が取れなくても、野球に新しい価値を生み出した男として歴史に名を残すと思う。タイトルなんて取れなくても、大谷翔平を見たいと思う人はたくさんいるからね。すでに大谷は先発メンバーから外れただけで話題になってしまう男なんだ。記者が一旦下した評価を手のひら返しするのは当たり前に起こってるよね。このパッサン記者が珍しいのは、しっかりと大谷に謝罪をしていることだ。大谷が二刀流をできたのは日本のレベルが低いからだと言っていた記者もいたからね。今も謝罪なんかしていないし。そんなやつと比べたら、パッサン記者の手のひら返しは確かに極端だったけど、大谷に謝罪したことは称賛されるべきだと思うよ。日本の記者はパッサン記者のような極端な手のひら返しをする人はほとんどいないと思います。しかし自分が言っていたことが間違いだと分かっても、パッサン記者のように後から謝罪する人はほとんどいません。往生際が悪い記者が本当に多い印象です。これは記者に限ったことではないですけどね。政治家や官僚にもめちゃくちゃ多いと思います。自分が間違っていたら謝罪して訂正する勇気は持っていたいものですね。今回は以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。